抱っこしたら切れられた。目つぶし食らいそうになった。在庫処分セール。痩せるために筋トレと言いますが、筋トレで痩せるってのはおかしな話ですよね。ウーバーイーツさえなければ俺は太らなかったのに。アイス、うーん、あーっしゃい。処分してくる。よいしょ。あとこのちょっと夏のちょっと暑くなってきた季節にエアコンをかけている部屋の独特の匂いが好き。このなんだろう、このエアコンって感じの匂い好き。いや、正面しに行ったら子供が部屋の前にいたから、抱っこしたらキレられた。目つぶし食らいそうになった。なんかね、抱っこしてほしくない時にやると全力で引っかいたりしてくる。ガチで拒否られるんだよね。嫌われてるのかな。嫌われてるかは分かんないですけど、みんな自分のペースで行きたいらしい。東京駅いるんで大学席さん安心してみませんか。絶対来ないだろう、怖いっしょ。じゃあ一緒に見ましょうって言って一緒に見るのも怖いだろう。はたから見てもおかしいやろ。森一つのスマホで一緒に見てたりしたら、なんかいつか外で俺の動画を見てる人とか見かけることあんのかなと思ってたけど、一度もそういうのは見たことないな。そのうちあんのかな。もうここ1年ぐらい、まあ外出てるとき子連れだしな、このご時世だしっていうのもあるんだろうけど、もうここ1年ぐらい誰かに話しかけられたっていうのはでもないな。一時期めっちゃ多かったんだけど、最近あんまりない。あんまりでも全くないな。まあ別に話しかけられたくもないですけど、そんな。そうないっすよ。あれ言ってくださいよ、感謝しますってやつ。まあ、ないだろうけど、言われたらぶん殴っちまいそうだな。俺の感謝だって。あー、ページそっか、分かれてるんだ。ちゃんと作ってもらってるよ。まだ多分ある。おや、あー、感謝で 30% オフじゃん。あれ？在庫処分セール？あれ？感謝で 30% オフになってる。在所じゃん、在所。サイト落ちてんじゃん。感謝で 30% オフよ。これいつの間にか 30% オフですよ。なんかすごいな。でもこの髪型ちょっと似合ってるかも。今これより太ってるからね。あ、全部売り切れなのこれ。あ、もう売り切れなのか。いいじゃん、かっこいいじゃん。パーカーでもあるよ。パーカー多分。熱いね、メッセージ。ご報告ありがとうございます。感謝します。パーカー1万で安いとか高いとかしょうがないわ。こんなもんよ。舐めるなよ。舐めんなよ。ユニクロぐらいだろ、パーカー安いの。どこで買ってもパーカーは高い。あ、は？痩せたいんでクレープ食べます。実際のところクレープをじゃない、痩せるために筋トレと言いますが、筋
筋トレで痩せるってのはおかしな話ですよね。有酸素運動をしなければ痩せませんよね。まあ基礎代謝を上げて痩せやすい体にするっていう話はわかりますよね。バナナチョコクレープ食べるわ。ウーバーイーツ頼んだ。うん、うまい。痩せて、マジホイップクリームやべえこれ。痩せて、うん。腹筋ローラーするか。腹筋ローラー、腹筋で痩せ、なんか痩せるための腹筋みたいなのって何の意味があるの。腹筋で痩せるって意味わかんないんだけど、腹筋して痩せるってなくなる。なんかやっぱ腹筋は違うの。代謝が上がる。スクワットでいいじゃん。腹筋って飽きるんだよな。痩せてマジで。痩せれるもんなら痩せて。俺も痩せてよ。誰か頼む。ウーバーイーツのせいだな。稲沢じゃウーバーイーツなんてできないもん。こんなクレープ食いてえっつってさ、買いに行かないわけじゃん。でもウーバーイーツだったら、クレープ食いてえっつって食えるし、タピオカ飲みてえっつってタピオカ頼めるんだよ。タピオカ屋なんてさ、若い女の子ばっかりでさ、並ぶくせんやん。31のおっさんだよ、俺。でもウーバーイーツが、それを可能にしてしまうんだよね。タピオカ飲みてえっつって、飲んじゃうし、ウーバーイーツさえなければ俺は太らなかったのに。うん、うまっ。いやもうここ数年でね、やばいよね。もうガチでおっさんの体型だし、その辺のもうダメでしょ。もうこれ終わってるよ。がっしりしてるっていうか、ただのデブ。なんか、一昨年ぐらいまではまだがっしりしてたんだよね。自分で見ても。なんかすげえゴリラみたいな体型してる時期もあったけど。もう今ただのおっさんだからね、体型が。スタイリッシュデーブってな。最近、痩せる夢を2回ぐらい見たんだよ。痩せるっていうか、まあ痩せる夢2回見たんだよな。どんだけ痩せてんだよ、俺。まあ言うて別に何の行動もしないけど。痩せる夢を見た。夢の中ではすげえしっかりね、トレーニングしてた。トレーニングしてる夢を見たんだよね。がっかりしたね、起きた時。夢だって分かって。